い、マッソゲームズです。はい、今日はですね、この通り、モンストやっていきたいと思います。はい、今ね、ちょうどこちら、元気獣神祭第2弾やってるんでね、こちらのね、ガチャをね、今日はね、引いていきたいと思います。で、今さ、激獣神祭してますけど、なんか音、めっちゃいいっすね。この、テーマソングっていうの？なんかすごい良くてさ、これ、今までのモンストロ音楽の中で僕は一番好きかもしれないぐらいに、なんか好きです、これ。はい、ということで、ちょっとね、ガチャ引いていこうと思うんですが、こちらね、激獣神祭第2弾ではですね、出たナイチンゲール、ウリエル、ロビンフット、アリスっていうね、このね4種類のキャラが出現率アップしてるんで、このね4種類のキャラね、どれも欲しいんですよ僕。他の機関だとアグナムートとかアグナムート X いるんですけど、僕持ってるんで、はい、このね4種類が出たらいいなと思うわけなんですが、果たして出るか、爆死して飯馬動画になるか、それともね飯末動画になるか、はい、ちょっとわかりませんが、行きましょう。では行きます。金玉確定10連ガチャガチャル、よし、マジで出てください、お願いします。引っ張って来い来い来い、いやー、マジで出てほしい。おっ、いきなり、おっ、これって待って待って、これって止まれ、もう一回止まれ、おお、アリス出たー、やばい、多分ね、そのうちすぐ重心が来そうな気がするんですよ。っていうのもあって選んだんですけど、やば、来い、おお、ごめん、俺さ、ちょっと新しい系のキャラ、ぶっちゃけ、名前わかんない。うん、進化後だったら、わかったりするんですけど、わかんないから、後で見よう。おー、いやー、でも、ちょっと待って、ちょっと待って。見よう、見よう、見よう。俺今、すごい顔してましたよね。でも、やったー、なんかいっぱい出た。じゃあまずね、順番で見ていきましょうか。まず、竹三日月。竹三日月。7.5 点。弱点キラーとアンチブロックとかね。まあなんかそういうのを持つみたいですね。ダヴィンチとかで、こう、適正らしいんですけど、これからの適正に期待ですね。で、もう一体。はい、こちら。アリス出ちゃいましたよ。あー、嬉しい。嬉しい。アリスは嬉しいです。そして、こちら。前田刑事。前田刑事って言うとさ、もうすごい強いイメージなんだけど、前田刑事も7点と 7.5 点。なんか防御力アップがね、ついた、そういうね、キャラらしくて、すくよみゼロに、適正らしいです。はい。ただこれからね、もしかしたらね、さらにこう適正クエストになるところがあるかもしれないから、そういう面ではいいと思うんですが、いやでもアリス出たわ、嬉しい、来ましたね。はい、ということで、ちょっとアリスをサクッと育ててですね、はい、またさらにこれまだ覇者の塔クリアしてないんで、覇者の塔クリアできるように頑張っていきたいと思います。いやー、このコスプレみたいなのしてよかった今日。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソゲームズでした。バイバーイ。